どうも皆さん、おはこんばんにちは。おとしゃナースです。デッドバイデイライト膝治療していきたいと思います。さあどこにいるかな。見えた、奥の方で動いてる、そこかな。こんにちは。ちょうど今後ろにいたかな。いたいたいた。よし、まず一撃。どっちへ逃げた。見失うね。あー違うか。ってことは大体ここら辺で、ほっ、いた。ただこれは届かないね。よし、追い詰めていこう。あー決まったな、ここだ。ほいこれは逃げるの大変だな。よいしょ、まずは一人目。全自動膝治療、はいはいはい全自動膝治療マシーン、オッケー。ほらよ、いた、助ける。はい、じゃああなた、そしてこの人も、はいよく見えるぞ。でこの人置いといて、こっちの人をちょっとあれだな、持ってった方が時間が早いから。向こうの人見えてるんでね。よいしょ。さあ第2形態、第2ステージに突入。助けに来てるかな。もう一人の人は順調に逃げてる。逃げてるね、そっちが。さーてー、どっから来る。お、あ、いった。やるね。はい、ダメだよはい、はい、どうも、はい、ぽい。よし、破壊しといて、もう一人の方の行方もチェックしとっかな、そろそろ。あなたはそっち。もう一人の人、あ、助けてるね。さあ、最後の一人はあなただよ。そっち。こんぐらいの距離、外れる。うえー。さあ、どっちへ逃げた。オッケー、まず1位。逃がさないよ。ほっ、決まったこれは早いんじゃないか。開始3分ぐらいで、これは究極に早いのが。さあ引っ掛けるところが遠いね。グリップは持ってないから、ちょっと届かないんじゃないか、ギリギリ。うわー、届かなかった。えい、さあこれで届く。よいしょ。左側の、全自動膝治療に、ほい。さあ他の人探しに行かなきゃと見せかけてね。暴れ、あ、暴れた。絶対に逃がさない。オッケー、他の人を探しに行かないと。どこにいるかな。だいぶ多分移動してるだろうから、ハンドパワー12m 以内だと見えるんですよね。私はハンターのパークを持っているので。ただ結構いろんなところに行ってるんじゃないかなっていうね。
どこかな。あと一人の、あと二人だけど、一人の方がだいぶ出血ダメージが。どこに行っただろう。一人がサクリファイスする前に、膝治療する前にギリ間に合わないか。ダメだもう一人はどこだ。ギリ脱出を狙っているんだったらどこかにいるはずだが見当たらないね。出口がどこら辺にあるかだよね。ほっ、多分家の近くに脱出口があったりするから。あったね、ここかなんと珍しいところに。いた、いや、いなかった今。いやー違う、気のせいか。ただ単にあの箱というか隠れる場所を開けるのが出ただけか。見えてなかったしね。あー、もう一人も出血かな。みんなすごいな、結構な勢いすぐどっか行っちゃうんだな。はい、ということで、はい、ノーワンエスケープということで。いやー最後なんかドゥンドゥンドゥンっていう音楽なくなったね。よし、早かったということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もお楽しみに。ほんじゃまたな。